市民参加型マラソン大会である定員は3万2000人で制限時間は7時間フルマラソンのほか車椅子マラソンも実施されるこれは日本国内では東京マラソンに次ぐ規模で世界6大マラソンにも匹敵する大規模な大会である車椅子の部大阪府内では複数のマラソン大会が開催されており その中でも、大阪国際女子マラソンと、キックス、先週国際マラソンの2つが有名であるが、いずれも、市民ランナーにとって参加しにくい大会であった。その一方で、2007年から開催された、東京マラソンが、国内最大の市民マラソン大会として、人気を集めているため、当時の橋本通る大阪府知事は、市民ランナーが気楽に参加できる大会を開きたい。 として、東京マラソンをモデルとした、市民参加型の大規模なマラソン大会の開催を提唱した。2009年8月には、大阪マラソン開催準備委員会が設立され、2011年10月から12月に、かけての第1回大会の開催を目指すこととなった。共済新聞社は、公募の結果2010年2月に、読売新聞大阪本社に決定した。 その後2010年9月10日に発表があり、第1回の開催は2011年10月30日と決定した。大阪マラソン組織委員会も設立される運びとなった。テーマはチャリティー。大阪城、南馬、御堂筋、中野島、通天閣といった何和の名称を凝縮したコースである。ランナーはチャリティー参加と グループ枠参加がある。特に、グループ枠参加は都市型大規模市民マラソンでは、初の試みである。組織委は、ワールドマラソンメジャーズの一つである、シカゴマラソンとの提携準備を進めていた。シカゴは、大阪市の姉妹都市であり、大阪マラソンに、日本国外在住ランナーを多く招待したいという、考えがある。 2015年現在では両大会は正式な提携関係にあり、シカゴマラソン関係者が大阪の組織委員会会長らへ表敬訪問に訪れるなど各種の交流が始められている。2020年は新型コロナウイルス感染症の影響により中止となった。2022年2月からはビワゴ毎日マラソンと統合し、第10回大阪マラソン。 第77回琵琶湖毎日マラソン統合大会として国際大会の代表選手選考会レースとなることが決定した。また、福岡国際マラソンが2021年で終了となるため西日本唯一の大規模なエリートマラソン大会となる。2019年までは大会の講演者である MBS テレビと読売テレビが午前と午後に分担し、 関西ローカルで放送が行われた。また、大会の特別協賛者である、K、K-Opticom、um、が運営するエオコーテレビのコミュニティチャンネルにおいて7時間半の生中継が行われた。代表選考レースを兼ねることになる2022年、大会は、MBS テレビと読売テレビに加えて、NHK でもテレビ中継を行うことが決まっている。なお、 NHK のテレビ中継体制及びラジオ中継の可否については未定である。出場者ゼミンが一口500円を募金する独自の仕組みを採用している。他国のマラソン大会でもチャリティを兼ねる大会は多いが、全員が参加するケースは都市型、大規模市民マラソンでは初めてである。寄付先は、応募時に、医療、環境などをテーマにした7分野から、 希望分野を3つまで選択することができ、当選時に通知される。寄付金の透明性を確保するため、運営会計とチャリティ授業会計は区分される。2015年より7色それぞれをチームに見立て、フルマラソンの平均タイムが最も良い色の参加者のうち抽選500人に、次回大会の出場権が与えられる、7色チーム対抗戦が実施される。 2019年2月12日、大阪マラソン組織委員会は、新コースを発表し、大阪城公園がフィニッシュとなる。さらに8 8トルのチャレンジランが廃止される、ことになった。大阪府庁前上町筋京阪東口、交差点、土砂堀通片町交差点指導赤川、天王寺線東野田町交差点。 ソネザキツーミ町交差点天神橋筋、天神橋交差点、ト佐堀リ南ー橋、中野島通り中央公海道、大江京南詰め交差点大阪市役所前、御堂筋南ン交差点千日前通り、大正京交差点不動173号、京セラドーム大阪白楽橋西詰め交差点、港通一岡元町三交差点幸井町一、交差点。 何は筋、岸の里交差点千日前通り、下寺町交差点松山町筋、公園北口交差点千日前通り下、味付交差点玉作り筋、勝山四交差点、勝山2五条宮前交差点上町筋、北川堀交差点、勝山2大池橋交差点、 今里筋市議の東に交差点白見通し白見、一西交差点大阪城公園スタート地点は、大阪府庁と大阪城公園の間の公道である。御堂筋や道頓堀、中野島、通天閣などの大阪の名所や旧跡を通過点とし、フィニッシュは、ベエリアのインテックス大阪。増田明美によると、 全体的にフラットなコースであるため初心者にも自己ベストを目指す人にも走りやすいコースであるとしている。高低差がある部分は、上町大地にある大阪城公園から森の宮駅までの下り坂 5km 地点手前の鶴橋交差点付近から南場までの最大 25m のアップダウン 37km 地点の南高大橋がある。 大阪城公園前上町筋馬場町交差点本町通上南交差点中央大通森の宮駅前交差点玉造筋鶴橋駅前千日前通り難波交差点御堂筋よどや橋交差点戸佐堀通片町交差点北浜市交差点境筋難波橋中野島通り中央公会道大阪市役所前大江京南詰め交差点御堂筋難波交差点 千日前通り大正京交差点不動173号。京セラドーム大阪、千代崎橋に沈め交差点大正京交差点。千日前通り南波交差点御堂筋大国。交差点国道25号。通天閣前塩草に交差点な庭筋。長橋交差点国道26号玉で。交差点南港通り北香谷交差点。 新谷は筋隅之江公園前交差点、隅之江通り南高大橋、インテックス大阪数字マイナスは、優勝回数は、大会記録。2014年の第4回大会で人気デュオ、小袋が制作することが発表された。テーマソングのタイトルは、42.195km。小袋としては初めて、関西弁の歌詞となっており、 参加するランナーの方の練習期間に気軽に聞いていただきたいというオブチの考えで2014年10月1日から10日までの10日間限定でのフリーダウンロードが行われていた。また10月1日から10月25日までの間には大阪市営地下鉄全線、全駅の駅構内と列車内放送でオブチのコメントとともにこの曲が流されていた。 大阪市営地下鉄の列車内で音楽が流れるのは開業以来初めてであった。その後2015年大会でも前年同様に車内で小渕のコメントとともにテーマソングが流れた。なお、2019年からのコース変更に伴い2代目のテーマソングとして大阪ソウルが制作され、全楽曲4 2 1 9 5トルと同様に 本楽曲もリリース前には2ヶ月間にわたってフリーダウンロードが行われた。ありがとうございます。